トヨペットスーパーは、トヨタ自動車工業が1953年9月から1954年10月まで生産していた乗用車である。スーパーは、トヨペットブランドの中型4度ダンで、前モデルのトヨペット SF 型小型乗用車に搭載されていた S 型エンジンに対し、排気量を50%も増し、熱損失の少ない燃焼室を持つ、 新開発の R 型エンジンを搭載したことで動力性能が格段に向上している。当時タクシーにも多く使われ乱暴な運転で神風タクシーと恐れられた1950年代の純国産ハイパフォーマンスカーの代表格でもある。車種ははしご型フレームとフロントアクスルを I ビームリアをホーシングとした四輪リーフリジットサスペンションの 組み合わせという全時代的な構成である。このトラック前とした構成は道路の舗装率が低く、その舗装路デザインもアスファルトが剥がれて穴だらけであった。当時の日本の状況ではやむを得ない選択であり、こと耐久性に関しては大口顧客であるタクシー業界からの要求は絶対であった。一方、 新開発の R 型ガソリンエンジンを初めて搭載した乗用車でもあり、車運をかけて1955年に登場させるべく開発を進めていた初代トヨペットクラウナ RS 型用パワートレインのテストベッドとしての役割も担っていた。それまで小型乗用車に使われていた登場時から時代遅れと言われていた初代 S 型エンジンより20馬力も強力になった結果、 最高速度も時速 100km の大台に乗った。車体のコードネームは H であるが、車体設計と組み立ては日車のコーチビルダーで個別に行われており、それぞれの車両形式を持つに至った。この時代の日本車の車体は、手作りの部分が多く、同じ車名、同じ車種でも、製造工場が異なれば微妙に外観や仕様が異なることも当たり前で、 使用を指定すると納期が長くなる弊害もあった。トヨタの社名は、エンジンと車代を表すアルファベットの組み合わせのみで、相性もなく、使用も毎年のように変更される、大らかな時代であり、スーパーの後継モデルである、初代クラウンから、新しい世代の乗用車として、名実ともに変遷していった。関東自動車工業製ボディで、K は関東事項を表す。 トヨペット SFK 型の進化型で1953年9月から1954年12月に約3600台生産された。S 型エンジンを乗せた SHK 型も1953年9月頃から130台生産された。関東事項は元航空機技術者集団の一つであったが SFK 型に続き当時高級車の象徴であったアメリカ車に通ずる。 見栄えの良さがトヨタに高く評価され、以後、同社はトヨタグループの一員として、重要な役割を果たし、センチュリーやレクサスブランドの乗用車を手掛けるまでになる。トヨペットスーパー RHN 型、中日本重工業製ボディで、N は中日本重工を表す。RHK 型と同時期に2015台が生産され、S 型エンジンを乗せた SHN 型も、 約100台生産された。同社は、戦後の過度経済力集中排除法の施行により、新三菱重工業が、東日本重工業、中日本重工業、西日本重工業の3社に分割されたうちの一つであり、その後、再統合された三菱重工での自動車部門を経て、三菱自動車工業となっている。当時の広告この当時の日本国内では、乗用車を、 個人の自家用として所有する層は少数で、主に営業者として、タクシー業界や法人向けに販売された。ありがとうございます。